アルビン号、熱水噴出口調査から1年後の1978年撮影。アルビンは、アメリカ海軍が保有するアルビン給油人、潜水調査艇の一隻通常は、ウッズホール海洋研究所が運用を行っている。ミネアポリスのゼネラルミルズ社の電子工学部門で、建造された。船名は、深海潜水艇の計画を進めた、オーリンバインに由来し、 アルビンは1964年6月5日に収益した。支援母船のアトランティスマイナス -25 に搭載されて運用される。パイロット1人、科学者2人の3人乗りの体であり、3名が登場し、深海4500メートルに9時間の滞在が可能である。2本のロボットアームを装備しており、サンプルの採取が行える。 1964年の収益時は2400メートルまで先行できた。1968年には輸送中に沈没、乗組員は脱出して無事だった。10ヶ月後の1969年9月に引き上げられている。引き上げ作業はレーノルズメタル社のアルミノートが行った。引き上げ後大規模な回収が施された。1973年に耐圧核を 地ン性に乾燥し、先行深度が4500メートルに向上している。また、1986年には、タイタニック号の潜水調査を行った。数回にわたり、耐圧核や制御装置等を交換する大規模な回収を行っているため、建造時とは実質的に別物になっている。総潜水回数は4400回を超えており、2000本以上の論文が、 その潜水を元に執筆され、アルビン街などに名前が残っている。2016年時点でアメリカ海軍が保有する唯一の通常動力型潜水艇である。緊急時の分離全体の構成アルビンはこれまで使用されてきたバチスカーフや機動性のトボシータの潜水調査艇を代替する目的で建造された。浮力材として深海の高圧下でも 浮力を維持するシンタクチックフォームを採用したことで、機動性が向上した。船体重量は17トンで2名の科学者と1名のパイロットで深度4500メートルで9時間まで潜水できる。2本のロボットアームと用途に応じた、資料採取と実験装置を装備する。プラグハッチは直径0.48メートルで2インチ圧の地炭性、耐圧核よりも幾分薄く、 水圧によって、所定の位置に固定される。アルビンが水中で動けなくなるような非常時には、潜水艇の内部からの操作により、外部本体を分離する。シタン性の耐圧核は制御されずに海面に浮上する。実際に使用された事例はないが、もし、乗員が生き残れば迅速に海面に到達、可能である。1977年、アメリカ海洋大気庁の講演で、 ロバート・バラードが主導する調査でアルビンは、ガラパゴス諸島周辺の海域で、ブラックスモーカーの存在を発見し、記録した。存在は2000メートル以上の深度で、ブラックスモーカーは、勢いよく黒い、濁った、摂氏400度以上の高温水を噴出した。アルビンは、ブラックスモーカーから採水が可能だった。アルビンは pH がおよそ2.8であることを、発見した。 耐圧核を分離中のアルビン長年にわたりアルビンは搭載機器を強化し寿命を伸ばすために多くの分解整備が実施された。2001年には電動機の制御装置とコンピュータシステムが追加された。現在のアルビンは船名と全体の設計のみが原型と同じである。フレームや耐圧核を含む潜水艇のすべての要素はすでに交換されている。 アルビンは3年から5年ごとに完全な検査のために分解される。2006年に新しいロボットアームが装備された。2008年6月、新しい船体に先行して更新された。アルビンで使用するためのより頑丈で少し大型化された耐圧核の製造が開始された。新たな耐圧核は鋳造され、15.5のチタンから切削された五個の窓を備え、 アルビンの限界震度である4500メートルだったが6000メートル以上の震度に設計された。全体の支援装置、計測器、素材が更新されこれにより、新たなアルビンは世界の98%の海洋艇に到達することを期とする。メキシコ湾での原油漏出事故の被害調査に使用された後、アルビンは2011年1月から回収が開始され、2012年に 最終駅して2015年に最大震度に到達する予定である。2014年初頭にメキシコ湾でアルビンの広範囲にわたる試験が実施された。新型のカメラ、照明、大型化された地ン性耐圧核を備えた新しいアルビンは3年半の月日をかけて回収され、潜水震度が増えた。2014年3月と4月にアルビンは2010年。 メキシコン原油流出事故の調査に使用された。ありがとうございます。